どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。ちょっとまだね、喉の調子が悪いので、今日はちょっと小声実況でお願いします。はい。で、熱はめっちゃ収まったんやけど、なんかまだね、鼻と喉が痛くてなんか怖いなということで、これはもしかするのかなと思いつつですね、1月4日までね、病院が空いてないんで、まあ、とりあえずずっと今部屋に引きこもってて、僕引きこもるの一番得意なんで、はい、引きこもって1月4日ね、朝一で病院行こうかなと思ってます。ちょっとね、しばらく喉ね、おかしい動画になってると思うんですけど、まあ、ちょっとね、許していただければなと思います。で、今日はですね、皆さんお金欲しくないですか？まあ、多分ね、お正月ね、お年玉もらってね、臨時収入だとか言ってね、騒いでるやつもいるんじゃないでしょうか。まあそんな皆さん、お金欲しいですよね、絶対。今日はお金を稼げるダンジョンを紹介していきます。はい。今日やるダンジョンはこちら、お正月のコロシアムですね。コロシアムはこちら、お正月イベントモンスターがパワーアップして、リッチゴールドやキングダイヤドラゴンが一定確率でドロップ。ダンジョン初クリアするとイベントメダル2が2枚もらえます。はい。まあ、今日はね、この激うまのお正月コロシアムを周回していこうと思います。はい。これはね、コイン集めしたい人におすすめで、規制素材とかよりかは圧倒的にコイン集めたい人向けかな。今現在コイン不足してる人がもしいたら周回してあげてください。今日はですね、神ゲーさんからまたしても編成お借りしております。ありがとうございます。編成こんな感じになります。でん、まあぜひですね、組める人は使っていただければなと思います。はい。まあ詳しい編成に関しては PDC に記載がありますので、そちらチェックしてください。実際に使っていこうと思います。やっていきましょう。まあ1回クリアだけでもね、する価値はあるんで、ぜひ1回クリア目指して頑張ってください。まず1階層シバダラ打ってあげてずらしていきます。はい。でこのまま倒していきましょう。待って、これ俺バッチ落ちこなしになってるか、本当にな、本当にバッチ落ちこなしになってるか、なんか HP とかになってねえだろうな。今なんかおかしい気がするけど大丈夫か、怖いぞ。2階層シバダラ打ちます。別に落ちこなしバッチじゃなきゃ負けるわけではないんだけど、絶対落ちこ振ってくるだろう。あい、クソ、なえた。まあもうこういうミスは皆さんしないでください。カット。バッチは落ちこなしバッチって決まってるんだよね。はい、これで倒していきましょう。さあ続きまして3階層シバダラ打ってあげてずらしていきます。シバダラからのプレイ打ってあげてずらして、はい、これでまず倒してあげて、まずは半分まで削りますからのシバダラ B 打ってあげてずらしていきましょう。シバダラ B 打って倒していきます。さあ続きまして4階層です。4階層でシバダラの C 打ってあげて、3体目ですね、打ってあげてヘイス花火で殴っていきます。はい。でこれでしっかりと枝豆を利用しながらドーンしていきます。でこの遠征泥鏡入りまくってるんで、そう、泥鏡武器のおかげで弱化ドロップ関係なく殴っていくことができます。これで突破。さあ続きまして5階層です。5階層はシバダラ打ってあげて吸収無効洗剤で倒していきましょう。このこのための吸収無効洗剤なんだよね。はい、これで突破。で続きまして6階層です。6階層はドロップずらしてあげて倒していきます。はい。すげえ、めっちゃオシャレじゃない。はい、このままずらして突破していきます。さあ続きまして7階層です。7階層もシバダラ打ってずらしていきましょう。ここからはどのシバダラ打ってもらっても問題ないので、好きなシバダラ打ってください。お正月コロシアムね、あくまでコイン集めなら結構うまいんだけど、報酬はやっぱジョジョコロシアムがめっちゃ美味しいので、まあ基本コインが欲しい人とか初クリア報酬以外だったら、まあジョジョコロシアム周回していいかなって感じです。ただ初クリアでイベントメダル虹が2枚もらえたりするので、もうそういう点からね、1回はやっておいて損はないかなと思います。でプレゼント打ってからシャバダラ打って、ここも突破していきましょう。 OK。
さあ続きまして9階層です。9階層はジョナサンを打ってあげて、ガネーシャじゃん、かわいいの、かわいくはないか、ガネーシャ打ってあげて、間違えた、ジョナサン打ってあげてずらし、はい、でこれで半分まで削ってあげて、ここからリーダーに継承している武器で 30% グラビティからのシバダラを打ってあげて、ロック解除もねこの武器のおかげで入るので、このまま倒していきます。シバダラコンボです。さあこれで倒していきましょうという感じの編成でした。これで周回できて、だいたい報酬がこんな感じ。はい、ダイヤドラゴンが7体とリッチゴールドが2体もらえて、タイムは1周、まあ、3分ぐらいで周回できます。3分40秒とか50秒とかで周回できます。はいで、まあイベントメダル虹がもらえるんで、1回はやっておく価値は十分あるかなとは思いますが、まあただあんまり何回も周回する必要性はコイン欲しい人以外はないかな、ね、まあコイン欲しかったら周回してもいいけど、コイン欲しくないなって人に関しては、まあジョジョコラボ回ってあげた方が絶対美味しいと思うんで、ジョジョコラボ周回していただければいいんじゃないかなと思います。はい、という感じのね、コロシアムの周回編成になっております。いかがでしょうか。皆さんはお年玉いくらもらえましたか。僕はですね、年末おじいちゃんおばあちゃんの家に顔出してお年玉をね、いつもね毎年ね払う側だったんですけど、もう今年はね、もう年末年始は誰とも会ってないですね。なんならもう友達と電話してるぐらいかな。でも今日おせち料理食ったんですよね。普通にありがたかった。なんかマジでね、年末に風邪ひくとめっちゃテンション下がるよね。ほんとなんかね、テンション下がるんだけど、でもめっちゃね友達とかがね、こうなんか励ましてくれるからね、ギリ耐えてます。 あと昨日の動画とかもね、一昨日の動画とかもね、皆さん見てくれてめちゃめちゃありがとうございます。超感謝です。みんなのおかげで超励みになってます。ありがとうございます。マジでなんかね、普通に視聴者が応援してくれてるのがやっぱ一番嬉しいよね。なんかどうしても体調悪い時って結構精神的にしんどいんだけどね、なんかこう、すいません、いつもありがとうございます本当にまあまあまあ、またね、そうですね、体調さえ戻ればですね、動画大量に上げようとは思ってるんですけど、上げたいネタがめっちゃあるんですよ実は。そうで、実は明日にはですね、企業案件、ああまあ言い過ぎだけど、まあなんか案件の動画の撮影の締め切りとかもあって、今僕熱あって喉痛いんで、その明日の案件が食べ物を食べる案件なんですね今僕喉痛いんですよ確実に美味しいと思いながら多分食えないんですよね、まあ、これもでも1ヶ月ぐらい放置してた案件なんで、ちょっとやらないとやばくて、まあね、ちょっとそういうお仕事もありつつね、1月も気合い入れてまた頑張っていければなと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。じゃあ今回はお正月コレクションの動画でした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。